んにちは、しおにいちゃんのジミーです。今回はジミーの机を片付ける動画です。違う、まずジミーのお部屋紹介、お部屋を見せます。この汚い机を、ね、だってしーちゃんもそうだったけど、リミちゃんもこういう見せないとさ、やらないし、見せないとやらなくて、ほらこの前さ、ライブした時にさ、リミちゃんの机紹介も見たい、お部屋紹介も見たいって人がいっぱいいたから、ぜひリミちゃんもこれを機に綺麗にしてもらいたいと思います。今お外出れないし、え、しーちゃんも汚い動画撮ったの？撮ったよね、しーちゃんの動画もあります。汚いのも撮りました。しーちゃんよりリミの方が汚い。そう、そうなんです。だからママもちょっとやるのも躊躇したんですけど、でもこれを機に片付ければきっと綺麗になって気持ちいいかなと思って。また汚くなる。じゃあ汚くなる前にまた片そう、うん、ね、だって今日、今ちょっと画面からいなくならないでくれる？ちょっと下も汚いんですけど、はい、いいですか？よくない。よくないじゃない。前見えない。じゃあこっち向いて。はい、こっち向いてください。はい。はい、じゃあね、まずどれぐらい汚いかちょっと見せましょう。はい。見ていただきましょう。はい。じゃじゃーん。わー、もうなんかね、やばいですね。これはしほちゃん以上ですね、やっぱり。と以上。こんな感じ。ちょっと前まではね、綺麗だったんだけど、いつの間にかこんなになっちゃいました。もうカメラに入りきれないぐらい汚い。なんでこんなに汚い？あ、わかった。あのね、この机、うん、動く。あ、そっか、一回動く。あ、そうだね。緩くなっちゃったからきつくした。そうなんだよ。ちょっとベッドがね、ミシミシすると緩まってたので、きつくね、締め直したんだよね、ネジをね。その時にちょっと机の上のものをどかしてって言われて、パパに。その時にせっかく綺麗だったのに、結構ぐちゃってなっちゃって、それ以外もこのままみたいな。ショー。ショーじゃない、ショーじゃん。本当に。はい、ということで、この汚い机を、リミちゃん、ちょっとね、今ちょっとお家にね、引きこもり中なので。いらないの助かるんだけど。え？いらないの助かるんだよ。いや、いらないものはゴミ箱にしてよ。ゴミ袋持ってくるから、今。持ってきて。うん。じゃあ、始めますか？はい。リミちゃん、どう？片付け。進みそう？すぐ終わりそう？え、もう一回？リミちゃん、もう一回聞くよ。うん、すぐ終わり。すぐ終わりそう？ほんと？え、一日で終わる？うん。ほんと？ 2 時間以上あれば。2時間あるよ、バッチリ。だって別に今日どこにも行かないし。今ね、やっぱ休校中でさ、お外とか遊びに出れないし、今日天気も悪いしね、雨降ってるし。これスマホケース込む。おー。なんでそれがそこにポンって置いてあるんだろうね。ミシプーパーの。でもリミちゃん、机の引き出しとかも全部きれいにするんだよ。ワオワオじゃなくて。そうだったの？そうだよ、しーちゃん机の引き出しも全部きれいにしたよ。それまでしーちゃん漫画募集だったんだから、机とお部屋をきれいにするまで漫画をママが持ってたから、リミちゃんもある程度一日の目標を決めて、まあ、2日ぐらいでできればいいかなと。見て、これ取れちゃった。あ、そうね。てか、聞いてますか？聞いて。まあね、あなたはまだ小学校2年生だから、そこまでね、集中できるとは思ってないんだけど、ママも。でも、頑張ってください。その頑張りを見せてください、ママに。で、ママも、まあ、ところどころね、お手伝いしたりしようかなと思ってます。はい。でも、ママもね、いろいろね、洗濯物やったりとか、ご飯もね、作らなきゃいけない。うん、洗濯物でも、しほちゃん一人じゃ終わんない。ママたちの洗濯物とか。あと、洗濯洗って干すのはママしかしないでしょ？しない。そういうのとかもあるし、まあね、家のこともやんなきゃいけないし。ここ人形いるにしようかな。編集もね、しなきゃいけないし、ママもちょっとね、いっぱいいっぱいなんで。ここ人形いる。うん、じゃあさ、自分でそうやってさ、工夫してさ、やっていこっか。人形たくさんある。うん、人形。あ、危ない危ない、足が、ちょっと何やってんの、足挟まるから。もう挟まってんかい。本当に遅い遅い。じゃあ頑張ってやっていく。はい。もうみんなに見せたからね、この汚さ。もうカメラに収まったからね。みんな上汚いとか言わないでね。で、机の、あ、部屋の方
方も、まあ、しほちゃんほどじゃないんですけど、あの広さがないのね、リミの部屋はそんなに広くないので、そこまで下はあれなんですけど、まあこの辺も一気に、うん、だからこの辺もね、勝たしていきたいなと思います。じゃあ頑張ろう。おう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 こっち向いてる。じゃあ頑張ろう。ああはい、じゃあやっていきましょう。じゃあね、また綺麗になってピカピカなね机になったら、またね撮影したいと思います。次の日何かも、もちろん次の日、まあ、2日ぐらいかかるんじゃないかなとママも思ってるので、まあね、あのいいんですけど、まだお休みだししばらくねはい、じゃあ頑張りましょう。ああ